今日はパパッと作れる、炒めそうめんを作っていきます。まずにんにくみじん切りで、パクチーですが、まあお好みで12345本ぐらい、まあパクチー好きな方はこれぐらい入れてもらったらいいと思います。でこういうふうに取っていってもらって、で、ここ、特に土がついてるんで、しっかり洗って、あとはさっと洗って、パッパッと水気切っておいてください。で、みじん切りにします。こういうちょっと、こういうとこ上に、の飾りに使います。まあ別にね、一人で家で食べるのに、飾りなんて必要ないわっていう方は、全部刻んでいただいて大丈夫です。せっかくなんで、さっきのこの根っこをもう入れます。こう爪でこういうふうに水で洗いながらしごいて、細かいひげを取ってもらってみじん切りにします。こんな感じです。でもここは切りますね。切って捨てます。でこの先っぽも切り落とします。で、パクチーはデトックス効果が高いんで、で、根っことかは特に、薬効が高いんで、まあ、ついてる場合はせっかくなんで炒めるんでね、生でもないんで、炒めて使います。あとはもう、これだけで準備は大丈夫です。お鍋にお湯を沸かしています。で、フライパンに火をつけます。で、ツナ缶、これ70g 入りのオイルが入ってる分です。まあ、これの3分の1使います。で、そうめんは1話半。まあ、ちょっとすいません。今日もうこれだけしか最後なくて、1話半弱なんですけど、1話半で大丈夫だと思います。あと、キムチはこの中から少し取って、今日はちょっとピリ辛に豆板醤も入れます。ここに、3分の1ぐらい入れますね。で、まあ、ここのオイルをちょっと使っていただいたらいいです。弱火にしてもらって、にんにくと、根っこですね、パクチーの。これをさっと炒めます。炒めるというか、まあ置いといていただいたら。香りが出てきたら、豆板醤入れます。もうお箸にこうつくぐらいで、でちょっと炒めます。ずっと弱火です。で、このキムチも、もうこれぐらい、大さじ1杯かちょっとそれより少し多いぐらい入れます。そうめん茹でます。一方向にくるくる回してください。まあ、手順はあれなんですけども、パクチーも火を止めたところにもう入れときますね。あと混ぜるだけなんで。まあ、再沸騰したらもういけます。ざるにあげたら、フライパンに火をつけて、もうこのざるにあげてすぐのものをここに入れてください。少しお水が、お湯が入るぐらいで。で、軽く塩コショウします。味見します。バッチリです。これで出来上がりです。